おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ528です。はい、今回ご紹介するのはですね、前回の最後の方にも言いましたけど、今回から全14回ですねのはずです。で、とある仮面ライダーのシリーズをご紹介していきたいと思います。はい、まあその今回は初めですね。初めということで、まずね、それの変身するためのおもちゃですね、そちらの方をご紹介したいと思います。一応それがこちら。はい、まあ、これ見たらわかりますね。はい、仮面ライダーオーズですね。はい、オーズのオーズドライバー、こちらはですね、まあ、ここで箱から出てるのを見ていただくとわかると思うんですけど、中古で買いました。はい、でなぜ今回こちらを、このオーズのシリーズを、ご紹介するかと言いますと、SIC の仮面ライダーオーズ、ラトラータですね。ラトラータのコンボがやっと発売されたと。最後にね、出たやつから相当経ってるはずなんですよね。で、出ないのかな、出ないのかなって思ってたら、やっと予約が始まり、発送して入手できたというね。結構ね、最初のタトバのコンボから、ラトラータがまさかの最後になるとは思わなかったんですけどね。それが出るまでに結構時間がかかって、やっと全部揃ったということで、全部で14回、そんなにコンボねえよってわかると思うんですけど、まあここで言ってしまうと、一応タトバのコンボから始まって、一応ブラカワニとスーパータトバで、あとバースとプロトバースがあるんで、その辺全部含めてこのベルトのドライバー込みで14回というふうにさせていただいております。ということで、このオーズドライバーに関連するっていうかね、付属品関係をとりあえずご紹介するのと、メダルですね。メダルの方を一応次回ですね、次回の SIC ご紹介するときの方で、そのご紹介する、コンボのやつを鳴らしていく予定なので、一応今回はちょっと関係ないやつですね、関係ないちょっとメダルの方をご紹介したいと思いますので、まずベルトのパーツとかですね、そちらの方をすべて、並べたいと思います。はい、すべて並べたのがこの状態です。まずドライバー本体ですね。で、あとこれとこれ、これ何かっていうと、まずこれがこっちでいいはずだね。これがここにはまりますよと。ここではまりましたね。で、反対側がここにこうやって入りますよと。はい、で一応ここですね、内側のところに今ちょっとほこりかぶってて汚れてますけど、ここに突起が出てますね、ここの内側に。はい、それとこのベルトのここですね、これが合うようになってるんで、ここではまります。そして、あとベルトの方を、後ろですね、後ろの方を、まあ今適当にはめますけど、ここでね、ここで後ろの方でこうやってはめてあげるよ、こうやってね。そしてここの部分の接合部分を隠すようなイメージで、これをこうつけてあげると、こういう形です。これでドライバーとしては、まあベルトですね、としては完成です。で、これ大人の腰では、まあ細い人だったら負けるんですけど、これ子供用なんで、負けないんで、多分昔ね、ここからここまで、これに、ここ今取り付けたような感じですね。ここね。これと取り付けたような感じで延長パーツが出てたんですよね。それをこれに、これと、これね、これとこれの間につけてあげると、まあ大人の腰でも負けるようなやつが、ありました。はい、それをつけるとこうやって負けますよと。そしてこのベルトのこの側面についてる、これね、ここの部分をパカッと開けると、1、2、3、4、5、6枚のメダル、そちらの方を収めておくことができるホルダーみたいな感じですね、がここについております。で、反対側のこちら、こちらの方に何つけるのっていうと、これですね、これをここの部分にこうやって引っ掛けておくことが、引っ掛けてからこうやってつけておくことができます。で、ちなみにこれのここね、ここの部分にスプリング状でしっかり引っ掛かるようになってるんで、これこうやってつけたとしても、これね、逆さにしてもそう簡単に落ちない。まあこうやってね、今力でやれば落ちますけど、基本的にはこれで簡単にすっぽ抜けないと。で、逆に手でこうやって外すことになるよ、あ、まあ、外そうとすれば、そんなに力入れなくても簡単に取れるようになっております。一応、ベルトとしてはこんな形です。
で、まあ毎回このね後ろの方でこのこれをずらしたりとかねしなくても取り付けとしてはここでこうやって外せるし、なんならこっちも取れるっていうね、これはね非常に進化してますね。昔のものだとどっちか片方か、または最初のその後ろでねこの後ろでバチンってやってスライドしたここの部分でしか外れなかったんですけど、今このねサイドから取れるってね、新しいライダーとかだったら分かんないですけどね、ドライバーっていうかねその変身ベルト、今だともうゴーストのやつとかも買ってないですし、その前のねドライブとかガイムとかね全然買ってないんですけど、一応ねこのオーズドライバーの方はその SIC ご紹介のために、このためですよ、この14回のために買いましたんで、ということでご紹介しております。まあ、こんな感じでねこれと単体にすることもできると。で一番の問題はこのオーズキャナですね、こちらの方にギミックっていうか全てがこちらに詰まってて、これ自体は特に電池とか何もいらないです。こっちに電池を入れると、ねこれがねどこだったっけな、ここが開くんだったね確か。で、どっかのところにスイッチがあるんでそれを押し込んであげると蓋がパカッて取れるということになっております。はい。でこれの側面ここですね、ここの部分にスイッチがあってスイッチ入れますよ。はい、これでスイッチ入りました。これであとここの内側にこう押し込むと音がは、まあ、なるんですけど、まずね注目していただきたいのはここのランプの色ですね。いきます。はい、見ていただいたら分かったと思うんですけど、赤、黄色、緑、白、青、紫、オレンジ、7色、なんか1個足んないような気もしますけど、これは一応ねタカから始まっ、まあタジャドルのコンボから始まってガタキー、あとラトラーターとかね、そういう風にそういう色にちゃんとなってるんですね。なので1色、2色、3色、4色、5色、6色、7色で戻ると。だから完全にコンボ出来上がるのが7コンボだよっていうのがね、この色だけ見ればまあ分かるような感じですね。はい、それに気づいたのはさっきです。はい、一応これとこれとあとメダルですねを使うことによってまあ変身できるよという感じです。で一応今回ご紹介するのはまあそのメダルは、実際のコンボのやつは使わないで、こちら中古で購入してるんですけど、そちらの方にあのガチャガチャですね、ガチャガチャの方で昔あったんだと思います。それについてたメダルが一応3つこうやってあります。はい。でエビです。エビ、カニ、サソリっていうね、よくわからんのはね、おまけで3つ入ってたんですけど、はい。で、実際のやつはそのスーパーベストみたいなやつで、このベルトプラス、何コンボだか、3コンボプラスメダルセットでさらに何枚だったかな、ちょっと忘れましたけど、っていうのもありましたけど、私は中古でメダルセットで2500円だったかな。ぐらいで買いました。まあ運が良ければ程度のいいやつはそんな感じであると思います。でこのメダルの裏のところですね、これも気づかなかったんですけど、裏にこうやってねこうやって溝入ってますよね、このこれね、これによって1番メダル、2番メダル、3番メダルみたいな感じになっております。でこれ自体はこっちからこうスライドするんでこっちに1番が入るよと。で実際ベルト側、ベルトの内側あるね、このベルトの内側にもこうやってね溝に1本入ってますね、これね。でここが2つ、1、2で最後に1、2、3、なのでこっちから1番、2番、3番って入るように入れるよと。まあ入れなくてもね、3番のメダル真ん中に入れてもいいしって、実際の順番認識してるわけじゃないんで、最終的に3枚くぐした時のコンボが正解だったら専用の、まあ、音声が鳴るよっていうものなので、実際順番はいいんですけど、まあ、劇中通りねやるんだったらやっぱり1番、2番、3番で入れた方がいいと思います。なので1番でまずメダルの裏を見て、はい、これ1番だねってなったらこれをここに入れると。はい、入りました。でこれも先ほどのあの大助な引っ掛けたのと同じで、内側にここに引っ掛かりがあって逆さにしても簡単に抜けないと。まあこれを
振動をかけてあげると抜けると思うんですけど、まあ、こんな感じで入れてあげると。そして2番のメダルも入れる。で、認識自体はこの中に入っているチップをこいつで読み取ってるだけなんで表裏関係ないですね。今ちょっと仮に読みますよ。これでっていうのと、これ今こっちの絵描いてる方ですけど、これ今度線入ってる方ですね。ね、読んだでしょ。ということで、これ裏表逆に入れてもいいんですけど、まあとりあえずこう入れると。そしてスライドさせる。ベルトをまっすぐ見るとこう斜めに入ってる感じね。これでこいつはロックされてるわけではないですね。だからベルト自体が斜めにガチャコンってなるって感じだね。そして戻すときにはここのスイッチを押しながらずらしてあげると。そうすると水平に戻るよとなっております。なのでこれをガチャンとこうやるという感じです。で、こういう状態にしたらここのグリップを握りつつ、なりましたね。で、今回はエビ、サソリ、エビ、カニ、サソリでした。で、これは本来の従来のコンボにはないので、今のあの変な音というかね、コンボだったらちゃんと名前が出るんですけど、それが出ないと。まあコンボのメダルじゃないからねっていう。だから一応タトバだとタカトラバッタなんですけど、タカトラサソリにするとさっきの音、この音が鳴ると。はい、失敗しましたね。これはね、必殺技でしたね。もう一回いきます。はい、っていうね、正規の変身音じゃない音が鳴ります。で、まあ先ほどもちょっとやっちゃいましたけど、一回この変身音が鳴った状態でまたグリップを握って、これを再度スキャンするとスキャニングチャージって言って、まあ必殺技音声みたいなのが鳴るよと。それが一応タトバコンボとか、あと他のコンボですね、ちゃんとした正規のコンボで組んであげると正規の音が鳴るはずなんですよね。そのキャラクターっていうか、そのコンボの状態の必殺技の音が鳴るという感じになってます。はい、なので一応今回としてはコンボ鳴ってないから鳴ってないよっていう形になりますね。はい、一応これはまあ次回のための、まあ次回以降のための前段階の準備段階って感じですね。はい、でここのやつを押しつつ水平に戻して抜いて、はい、これで完了という感じです。で、先ほども準備してたこのメダルの方はベルトの、はい、こちらのケースですね。ケースの方に蓋パカッと開けて、ここにこうやってね収めておくことができると。はい、で蓋もしっかり閉じる。だから基本的にまあこのベルトをね今使ってるっていうか、で遊んでるお子様はいないと思いますけど、自分のお気に入りのコンボのメダルを最大6枚まで持てるよという感じですね。あとそれ以外にもタジャドルの時に左腕についてるタジャスピナーだったっけなとかね、そういうようないろんな変身玩具はありましたが、持っておりませんので、一応この、オーズドライバーオンリーのご紹介とさせていただきたいと思います。はい、一応次回ですね、次回からまずこの変身ベルトの方で、ご紹介する、コンボの音声ですね、それを鳴らしてから SIC をご紹介するという流れで進んでいきます。ただバースの方はね、バースのドライバー持ってないんでバースはやれませんね。以上、オーズのそのコンボの時だけこちらを使ってご紹介するような形となります。はい、以上こんな感じで、変身ベルトですねのオーズドライバーの方をご紹介終了したいと思います。はい、ではですね、ちょっと話変わりまして、前回までの全4回ですねでご紹介してたウルトラアクト、ウルトラセブンから、ロボット魂の F91 までの4体の共通点って言いますかね、
は何のゲームで出たでしょうという回答なんですけど、こちらはですね、スーパーファミコンのソフトの、ヒーロー戦記プロジェクトオリンポスっていうゲームに、登場した4人という、はい、そういうお話でした。なので、最初に言ってた通りの並び順ですね、ウルトラセブンから始まって、RX ニュー F91 と、これがね、仲間の配置の順番変えなければこの通りで、最後まで行くはずなんですよね。はい、分かったかな、分かんなかったかな、分かった方はよかったね、分からなかった方はまあ分かんなかったかねっていう話ですね。またですね、こんな感じで、なんかの一つの共通点に関して、出てるのがね、その SH フィギュアスとかね、そういうのでまたクイズみたいなのをやってみようかなと思います。その時にもしかしたら過去にご紹介したやつを出してきて、やるかもしれないです。はい、もしね、またそのクイズ企画みたいなね、やっていただき、いや、やっていただきたいっていうのはおかしいですね、やってほしいよっていうのがありましたら、下のコメント欄になんかやってっていうふうに書いてくればと思います。はい、以上、次回から SIC の大津シリーズのご紹介始まりますので、よろしければ見てください。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バーイ。